気外収縮とは異常な刺激によって心臓が本来の周期を外れて早く収縮する不正脈で正常で規則正しい脈に混じって時々早い脈が入り込む。不正脈の原因としては最も頻度が高い。気外収縮を起こしている場所が心房の場合は心房性気外収縮進出の場合を心出性気外収縮と呼び分けられる。 特に病気がなくても起こる場合が多く、1日2000回以下の、気害収縮は、気質的心疾患がない場合、異常として扱われない。自覚症状がない場合が多い。症状が出る場合は、胸部不快感、極めて短い共通、動機、程度がひどい場合や連発した場合はさらにめまい、失神を起こす。気害収縮の原因は、気質的疾患を伴わない場合、 睡眠不足や、その他のストレス、アルコールカフェインの過剰摂取、疲労、加齢、肥満によるものが多いが、タバコの煙やホコリが有因となることもある。心臓に異常な気質がある場合、狭心症、心筋梗塞、弁膜症、心筋症など、心臓の気質的疾患、心臓のポンプ機能低下や、携帯の異常を伴う心不全などがある。 また、心疾患から合併して起こることもある。その場合は、気外収縮から、共通、心臓の一時的な停止による、軽い失神に至る。異常刺激の発生箇所に応じて、心房性気外収縮、接合部気外収縮、心室性気外収縮に分けられる。心室性気外収縮については、ダウン分類によって重症度が分類される。心房気外収縮は、 左右の心房以外に、肺静脈、上大静脈などを発生箇所とする場合が多く、心室器外収縮は、左右心室、特に血液が流入及び流出する部分や新線部、左右心室を隔てる中隔てを発生箇所とする場合が多い。また、焦点や気質が複数存在する場合は、大原性器外収縮、正常な収縮と、 異常な収縮との感覚がほとんど変化しない場合は、毎理性気外収縮、気外収縮によって正常な収縮が相殺されて大幅に変化する場合は、代償性気外収縮という。以上のことから、不正脈としては、貧脈でも、除脈でもないものとして扱われる。その他、心疾患、心臓の機能や、血管の機能に問題がなければ両性気外収縮。 あれば悪性気外収縮という分け方もある。良性気外収縮で生活に重大な支障をきたしていなければ治療しない。きたしている場合は、抗不安薬や抗不整脈薬の処方、運動負荷で増悪が見られる場合は運動制限をする。心室性気外収縮に対しては、近年は経費的カテーテル心筋症尺術で、 高い成功率を上げており、悪性の心出性気外収縮を根治する治療として、長期の投薬に比較し、安全性が高い。良性気外収縮では生命に影響しない。悪性の場合は、心房頻迫や心房騒動、心房細動、また、心出頻迫や心室細動に移行する可能性が高くなる。ABC、独立行政法人国立病院機構大阪医療。 センター循環器内科、機害収縮。2019年10月25日閲覧。ABC、一般社団法人日本不正脈、心電学会心臓の病気について不正脈、機害収縮。2019年10月25日閲覧。ありがとうございます。